にちは、スケイトムです。今日はね、いつもとね、画角が違うんですけど、今日はね、このね、アップビートちゃんと、ヘキサアップビート、だからヘキサビートだね。ヘキサビートと、ストームのね、まあ、無敵のボールと言ってもいいね、アストロフィジックス、比較したいなって思ってます。いやー、正直ね、一応、アップビートっていうのは入門用のボールで、まあ、低価格帯のボールって言われているんですけど、それとね、ハイパフォーマンスボール、どう変わるのか、とりあえず投げ比べしたいなって思ってます。はい、今回僕もね、検証初めてやるんで、結構の差が生まれるかもしれないけど、いや、ガチめでやりますよ。はい、まあ、このぐらい変わるとか、ここは変わらないとか、ちょっとやりましょう。はい、行きましょう。まずはね、初めにアップビート投げたいと思います。アップビートの今立ち位置はね、ちょうどね、真ん中のドットから一つ目ドット寄ってます。真ん中のドットが一つ寄ってるんで、5枚寄ってることなのかな、板目で言うと。そこに今立ってます。はい、行きます。なるほど、まあ、こんな感じですね。今でも結構曲がってきてます。スペアカバーも1投目と同じボールで取っていきたいと思います。うわ、惜しい、今の惜しい。もう1回アップビートいきます。ちょっと3回ずつ投げようかな。ちょっと暑かったんで、もうちょっと右に出したいと思います。いきましょう。いいけど天品残った。 OK、 いいボールまあそれと正味どのボールでも変わらないんだけどね、まあ、ボーリングのボール全部言えることなんですけど、曲がるボールでも当たり前、回転かけなかったら曲がらないです。まっすぐいきます。はい、じゃあ3回目。おいしゃ、9番ピン、マジか。動きは完璧だよ。しかしタップがリアルだな。あ、オッケーオッケー。はい、じゃあ次ね、残念ながらね、3回投げてストライクが出なかったんですけど、アストロフィジックスで投げたいなって思ってます。一応同じレイアウトで上げてます。アストロフィジックスもアップビートも、とりあえずアストロフィジックスじゃない、アップビートと同じ立ち位置から投げるか。いきます。おお、はい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 、あのね、動き的にはね、ちょっと似てる。ああ、いやいや、間違えた、リセットかけちゃった。2投目も投げるって言ったのにね、ごめんなさい。今ので立ち位置で、もうちょっと奥まで出してみたいと思います。奥ね、もうちょい手前じゃなく奥目で出します。いきます。めっちゃミスった。今のはミスね今のは脳幹でいこう、脳幹で。今はちょっと自分が投げミスをした。ちゃんとね、真剣にね、いきます。もう一回いきます。奥目でね。はい、いきます。あ、うまい。おー、うまい。シャキーン。まあ、実質ね、2回目ではストライクは出たよね。ちょっとね、アストロフィジックスもう1枚ぐらいやってみようかな。おおシャキーン。3回中2回ストライクか。アップビートもさっきのアストロフィジックスと同じ立ち位置、1投目で投げた時よりもね、1枚左板目ね、左寄って投げたいと思います。はい、いきます。チキン。ちょっとね、投げミスしたけどよかったね。曲がりでいったらね、ぶっちぎり変わらんぜこれ。ちょっと次はね、投げミスしないようにいきたいね。いきます。おい、チキン。いいね、いいダブルだ。いや、いいよ、いいボールだと思う。はい、お疲
疲れ様です。ぶっちゃけで言うと曲がりはそんな変わらないと思う。あのレイアウトは一緒なんで、曲がり度っていうかって言えばあんまり変わらないんだけど、曲がりの質ね、曲がりの質で言うとアストロフィジックスは切れるね、切れるっていう表現分かる人と分からない人いるんですけど、曲がり角がちょっと角があるというか、カッっていう角があって、まあ、切れるっていう表現かな。こっちはねちょっとアーク状緩い感じで曲がってはくれるんで、まあ、曲がりの幅で言うとそんな変わらないけど、まあ、曲がりの質ねはアストロフィジックスの方が、角度がある感じがしました。ここはおそらく、まあ、オイルのねあの状況にもよったりするので、あの得意不得意のレーンは出てくると思います。で、まあ、ストライクで言うとアストロフィジックスの方がね、まあ、見て分かるように、あったんですけど、10番目天ピンタップと9番ピンタップがあったせいでなんか惜しい感じはしたんだけど、まあでもね、いいとこまでついていったと言ってたと思う。はい、で実際僕ねアップビートで300も、何回か出したことあるんですよ。結構僕はこいつはね、使えるんじゃないかなって思ってます。長丁場のゲームになってくるとまた変わってくるんで、やっぱりねこっちはねハイパフォーマンスのボールではあるので、あの間違いないねあのパフォーマンスはすると思います。でアップビートもそれにね負けないぐらいねあのついていくとは思うんですよね、まあ、僕は過剰評価するわけではないんですけど、まあ結構ねおすすめなボールだと思います。はい、今もう皆さんね投げてる人ハイスコア更新しましたとか2ゲームもね安定して投げれたっていうコメントもあるし、結構僕ねあのいい評価いただいてるんで嬉しいなって思ってて、でさらに1個買った人が再販っていうか僕から出した時にまた2個目3個目買ってる人いるんだよ。ストックで持ちたいのか何なのか分かんないんですけど、くらいまあリピートされてるんで嬉しいなって思ってます。まあまあまあ今日のね投げてみた比べた結果、まあ、こんな感じです。はい、どちらがいいどちらが悪いっていう評価はできないですね。どちらにもいい味があったので、はい、いやでも楽しかったな。またこんな感じで、いろいろ企画していきたいと思います。はい、この動画がね面白かったらですねぜひね高評価とチャンネル登録の方もよろしくお願いします。また下のアラームボタンチェックと、インスタツイッターもやっているのでぜひねフォローの方もお願いします。また配信します。バイバイ。